けでございます。皆さんの声を聞かせてください。こんにちは。ありがとうございます。よかった。これでシーンってなるんじゃないかっていう、すごいこれ緊張だったんですけど、とりあえずなんとかなりました。で、僕小袋好きなんですけど、小袋知らない方いらっしゃいますか？よかった、やりやすい。というわけで、小袋が大好きなので、僕ら2曲小袋をやらせていただきます。まず最初、ちょっとしっとりした心という曲を聴いてください。いつから僕たちははぐれてしまったの。君と一つだった、いつも一緒に風を感じてた。胸の中の暗がり、湿った暖房の中に君を閉じ込めていた。黙って僕を見つめる君が、昨日よりも小さくなってる。君は僕の恋、どんな優れた AI も我を見失ったり、ただで苦しみはできないだろう。心は全てを知ってる。そばにいると苦しくて、いっそ逃げるように閉じこもってたのは僕だった。不意にこぼれた涙が連れ出してくれた。
頃という曲です。ありがとうございます。ありがとうございます。歌詞カードがあるのに曲をミスるというこうやってましてもらいましたけど、ちょっと硬くないですか皆さん。それこっちが緊張しちゃうんですよね。どうぞどうぞ。僕は小袋が好きなんで次も小袋歌いますけど、まあちょっと話そうと思ってたことはちょっと緊張で飛んでしまったんで、次聴いていただく曲は、まあ、去年僕が一番こう励まされたというか、この曲聴いて頑張ろうと思った曲です。で、まあ盛り上がる曲なんで、まあ、後半戦でもありますし、皆さん眠いと思うんですよ、皆さんの表情見てるとね。なんでここでちょっと手拍子とか知ってる人いたら一緒に 歌っていただいて、皆さんで盛り上がってこの会場を盛り上げていきましょう。よろしいですか。よし、ありがとうございます。最後に、わだちという曲を聴いてください。ちょっとね、またミスってもお許しください。それでは私という曲を聴いてください。よろしくお願いします。そんなに遠い目をして君は何を見ているの。一秒ずつの時は僕のところへおいで、歌を歌ってあげよう。涙枯れたその後にだけ見える未来、明日を照らす、そんなに遠い目をして君は
ありがとうございます。